どうも、ナオチンです。海賊武装4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は追加キャラクター2の強さランキングをやっていきたいと思います。まだ3キャラしかいないんですけども、1位、2位、3位発表していきたいと思います。まずは1位、2位、3位発表しまして、その後になぜこのランキングになったかっていうのを説明していきますね。では発表します。3位がルフィ、2位がヤマト、1位がカイドウですね。それでは第3位のルフィからですね。ルフィは通常状態が、元のルフィと戦い方が変わらないっていうところがちょっと残念でしたね。ちょっと戦い方が変わってくれれば、よかったんだけども、元のまんまでした。で、これ期待してたニカなんですけども、スカイタイプ。それがとても残念です。スカイタイプはね、まあ、これ個人的なんですけども、使いにくい。体がね、でかい。カイドウのドラゴンみたいな感じだったらば、範囲も広くってよかったんだけども、体がちっちゃくって、やたら上に上がっちゃったりした時が、攻撃が当たらないんですよね。なんでちょっと使いにくかったかなって。なんでスカイタイプだったかなっていうふうに思います。スピードタイプとかだったら、これ絶対使いやすかったと思うんですけども、まあタイプがちょっと残念でしたねっていうところで3位ですね。そして第2位はヤマトですね。ヤマトは通常パワータイプとなってまして、パワータイプの中でも攻撃速度が遅い方です。なのでちょっと使いにくいんですよね。通常状態だったらルフィの方が断然使いやすい。だけども、本気バーストやフォルムチェンジ。特にフォルムチェンジした時が強くなりすぎる。スピードタイプになるんですけども、スピードタイプの中でも、まあ、上位に食い込む攻撃速度の速さになって、使いやすい。もう通常攻撃をずっとやってるだけで、大体勝てるので、まあ、誰でも使いやすいキャラクターだと思います。まあ、もちろんね、チャージ攻撃を、織り交ぜていった方が強いんですけども、まあ、通常だけで、ボッコボッコやっていけるので、誰でも使いやすくって、いいキャラクターだと思います。そして第1位はカイドウですね。登場前から俺は絶対カイドウが強くなると思ってたら、やっぱり強かった。元々の攻撃範囲はそのままにスピードタイプとなって攻撃速度が上がったんですよ。まあ、他のスピードタイプに比べれば全然遅いんだけども、元のカイドウに比べるとめちゃくちゃ速くなってて使いやすい。で、大徳、雷鳴八景、あれが当てにくいんですよ。すっごい当てにくい。当てるのには慣れが必要なんだけども、通常特殊技の雷鳴八景と、あと、ラグナラク。あれがとにかく強すぎる。で、あれ通常技で、ゲージが溜まりやすいので、あれをボン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 打っていくだけで、ボスが溶けていくので面白い。で、一つね、残念なことがあって、それがフォルムチェンジがなかったっていうことが残念でしたね。元々のカイドウの、竜に変化するフォルムチェンジ。あれが強すぎたので、こっちにも同じ要素をつけて欲しかった。まあ、確かに空中攻撃をすると竜に変身するんだけども、なんかちょっと微妙だったので、やっぱりね、フォルムチェンジが欲しかった。あれがあればもう文句なかったんですけども、まあ、でも、この追加キャラクター2の3体の中では、ダントツで俺はカイドウが強いと思います。はい、ということで今日は追加キャラクター2位の強さランキングやってみました。これ個人的な意見が入りますのでよろしくお願いします。3位ルフィ、2位がヤマト、1位がカイドウとなってます。はい、ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。